そんな中、気象予報士の水口さんとチャンネル4のスタッフは夜明け前の東温市へ。ちょっと白く見えるんですけど、あれ違うのかな、雲かな。山の方白くないですか。目指すは松山の初冠雪の観測地点となっている山、更ヶ峰です。山頂はどんな景色が広がっているのかちょっと楽しみです。行ってきます。登山中も冬ならではの光景が。あ、霜柱、これ全部凍ってますね。地中の水分が凍結してできる霜柱。あそこ、さらにつららも凍ってる。そして出発からおよそ1時間もう一気に雪の世界ですよ、ここから。標高トンネルですね。標高1100メートルを過ぎ、辺り一面が真っ白に。更ヶ峰竜神平に到着しました。雪が積もっているわけではないんですが、手元の気温計氷点下2度まで下がっています。ススキも凍る寒さです。今日、松山地方気象台は更ヶ峰の初冠雪を観測。去年より8日遅く、平年より6日早い冬の便りです。上空に流れ込んだ強い寒気の影響で冷え込みが強まった県内。各地の最低気温は大三島 0.9 度、今治 2.9 度など、12月中旬から1月下旬並み。9つの観測地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。今後、上空の寒気は次第に抜けていきますが、明日の朝は放射冷却によって各地で今朝よりも冷え込みが強まる見込みです。